はい、こんばんは、タムランチでございます。今日は、谷村新司さんの75歳の誕生日で、今日この日に谷村新司さんの送る会が行われたようでございますが、まあもうそういうことだってことはね、ニュースで知ってましたけど、まあその関連のニュースを、ネットニュースを見ていたら、奥様の孝子さんのまあコメントなんかもね、載ってたんですけど、そのタイトルに喝采とあって、どうやらこの送る会の送る会の、まあ、タイトルが喝采だったんですよね、確かね。で、谷村さんのね、ファンであればみんなああと思ったと思いますけど、あの喝采って曲があるんですよ。もしくはアルバムが喝采ってアルバムの曲名が喝采って曲なんですけど、出したのはシングルでいうと日はまた昇るが入ってるんですね。1979年なんで、アリスがチャンピオン出した時なんで、まあもう油乗りまくりの、その後スバルが出るんですけどね。喝采の前が黒いワシだったかな。そこまでと、やっぱ喝采からがね、喝采、スバル、海を渡る蝶、翡翠、ジェイド。この4つがね、4部作だと勝手に思ってるんですよ。同じ感じのコンセプトで非常に重厚な、楽曲、かつ、谷村さんのものすごい重厚なボーカルが聴けるアルバムだと思うんですよね。で、この曲はもちろん知ってましたし、さだまさしさんとやったジョイントコンサートでもこの曲歌われてるんですよね。谷村さんのソロパートの、ソロというか谷村さんのパートの1曲目が確かこの曲だったんじゃなかったかな、と思うんですけどね。で、まあこの曲がその回で歌われたりとかって感じじゃないみたいですけど、まあそういうことであればちょっとね、歌ってみようかなっていうのを思ったんで、まあその前にちょっとその曲のね、歌詞を見ようと思ってみたら、もうね、これはちょっとね、来ましたね。谷村さんの歌詞ってフィクションなのかノンフィクションなのか、メッセージソングなのかそうじゃないのかもよくわからん、それはもう聞いてくれたあなた次第ですよ的な歌詞だと思うんですけど、この曲が奥様から谷村さんを見た歌詞だと捉えたら、もうね、ふわーってなりましたね。あと今日のそのネットニュースの写真で、遺骨、いや見方がきつかったですね。やっぱりね、なんかもう当然時間も経ってるから受け入れてるんですけど、うわーって思いましたけど、歌詞がね、あれなんですよ、あのね、歌詞がですね、まあ、全部そうなんだけど、あなたは燃える目で私につぶやいた、輝くスターにいつかはなりたいと、 Today, Tomorrow, そして Sunset、 それでも I believe only you。 なんかね、結構鳴かず飛ばずの全然売れない時期があった谷村さんがね、いつかは輝くスターになりたい、ね、それをこう横で見ている奥様が、ね、I believe only you、 そういうことなのかなと、ね、
それからね、メモリーズ、うん、思い出のこの歌、私のためだと思わせて、ね、私のために歌ってくれてる曲だと思わせて、で最後ですよ、舞台のあなたにおめでとう、さよなら、ありがとう。あ、もちろんこのね、おめでとうさよならありがとうは作った当時は全然解釈違うと思いますけど、まあ、最後はなんかその何こう売れてスターになったその彼におめでとうで、なんかもう身を引く的な感じっぽくまとめてるから、だからこの辺が谷村さんの歌がフィクションなんだかノンフィクションなんだかよく分かんなくなるとこなんですよ。だけどこれそうじゃないかな、奥さんから見た谷村さん目線で書いた曲だと捉えると合致するんですよね、ものすごく。で、そのお別れの会の今日のこのタイトルが喝采っていうタイトルなんだから、なおさらね、そんな気がしますね。あの矢沢金ちゃんのコメントも昨日だか一昨日載っていて、あの谷村さんはこれあのね、よくエロ話とかビニボンとかっていうことが有名ですけど、あの照れ隠しだったんじゃないかって金ちゃんが言ってましたね。あのその本人すごく、まあ、真面目と言いますか、その真剣に取り組んでるような姿っていうのを隠すためのなんてコメントを読んだら、なんか歌詞もさ、そんなとこがあんのかなと、ありのまま書いちゃうと照れくさいから、なんかフィクションなのみたいな感じとか、メッセージも直接出すとなんか照れくさいからみたいな、そんなのがあったのかなみたいな感じがしますけど。ほんで曲のカバーの方ですけどね、コード調べたら C だったんで、これはもう、C チューニングでしたけど、あのね、ただ C だから C チューニングってだけじゃなくて C チューニングで弾きやすかった。イントロとかね、こうだんだん上がっていくやつ、であの結構これあのコーラスもあの何ダークダックス的なワワワワーみたいなついてるんで、とりあえずつけましたけど、で演奏も、まあ、まあ豪華といいますか、こんな感じなんで、C チューニングだとギター一本でなんとかなるんです。音が熱いからね。うまくいってんじゃないですか。まあ、つくづくね、谷村さんの曲本当にもう腐ること聞いててよかったですね。喝采って言われた時点でもう全部出てきたから、あの細かいとこまで。はあ、まあ改めまして本当にね、ありがとうですよ。本当この曲の最後じゃないですけど、まあね、あの亡くなった時にも、亡くなられた時にも言いましたけど、ずっと歌ってきたいと思います。ということで今日は、谷村さんの送る会のその会の名前が喝采だったので、喝采という曲をやってみました。ぜひご覧になってみてください。ということで田村一でございました。ありがとうございました。